スケパン、ミセパン、パンパン、とにかく明るいカトパン。これ本物、高嶺の花感半端ない。韓国を挨拶代わりに軽く公開処刑するテレビ局員。こんな可愛い35歳おるんか。完璧な美形ではないけど仕草とか雰囲気とか含めて美人。学歴もコネもないのに無事に入社できて女子アナ界のトップまで上り詰めたのほんますごいわ。採用担当した人めっちゃ有能やったんやろな。おっぱいの上に手を乗せられるず。えちちのえちちのえちスーパーマリオワールド。なお全盛期フジテレビの女子アナウンサー打線、カトパンが控えになるぐらい層くっそ厚い。二軍育成でも強い打順組める選手層はすごい。ここでアナウンサーが戦えてるのがすごいわ。早く戻ってこい F カップ渡辺渚。パコシヒカリよ。顔カトパン、体はパンパンです。この手のデブはクソほどモテるらしいな。あの面白層がピークだったんや。面白層に出た時の実況すれがえって埋まってたの覚えてるわ。デブ戦から見たら橋本玉木菜みたいなもんだろ。ブラボーブラボー。